相対年代とは、考古学や地質学において A は B よりも古いというように相対的な、新旧関係で表記される年代。絶対年代の対語。考古学や地質学で一般的に利用される年代には以下のようなものがある。相対年代、相互の新旧関係絶対年代、数値年代、数字として出される年代理科学的年代。 自然科学的方法による、年代歴年代、究極に目指すべき、年代絶対年代とは、他と比べられない、他と比べる必要がないという意味での、絶対である。考古学における、旧石器時代、弥生時代など、地質学における、白亜紀、第四期などのような時代区分は元来、標識となる遺物、遺物群あるいは化石、化石群に由来する、相対的な年代であるが、 絶対年代では、このような標識を必要とせず、それだけで年代を表すことができる。地質学における相対年代は、主に相序や化石の変遷によって定められる。相序学においては、断層や終局などによって、地層の逆転が起こっていなければ、万有引力の法則に従って、下にあるものほど古く、上にあるものほど新しいという地層類重の法則が、 利用される。つまり下から上に向かって堆積していくと考えるわけである。また、離れた地域間で異なる岩層を持つ地層の堆積年代を判断する手段として、四準化石と呼ばれる特定の化石を指標に用いることがあり、これは地層同定の法則をその根拠としている。考古学における相対年代は、考古資料特に異物の形態等の所得帳から、 形式学的研究法によって、その変遷の状況をつかみ、相違学的研究法によって、進級関係を検証していくもので、両者を総合して、相互の進級を決めるものである。そのため、考古学研究及び発掘調査が開始された初期の段階では、日本では貝塚、西アジアでは、テル、ヨーロッパでは、洞窟遺跡など、多くの層が積み重なる遺跡が好んで調査された。 形式学的研究法は、同じ時代の同集団に属する人間が作った人工物は、多少の変異はあるとしても互いに類似した共通の要素を持っている。したがって、適切な基準を選びながら、異物や異構の分類を積み重ねていくと、最終的には、同時代の同一地域で作られたものの一群をたから、区別することが可能となる。これら一群を他から分かつところの特徴が、 形式であり、新しい形式は、古い形式をもとにして生み出されるので、これを新旧関係の検討に応用することができる。ただし、これには、創意学的研究法などを併用して検証していく、必要がある。京都市内の発掘調査風景へ江戸時代の層の下に、豊臣秀吉時代の森土層、さらに、その仮想には、室町時代、平安時代、古墳時代、 弥生時代などの文化層が続いている層医学的研究法においては、地層が拡乱されていない限り、地質学における地層類重の法則が応用されるが、人為的な移行廃棄の痕跡である切り合い関係が確認されれば、それも新旧の判断に用いることができる。また、同じ層に包含される異物であっても、年代幅があり得るので注意が必要であり、その点、 短期間に埋め戻されたと推定されるゴミ捨て穴や、水槽のない墓には、同時に埋められた多様な遺物が含まれるので、相対年代決定における、講資料となる。今日では、広域テフラを利用して広い地域にわたる、相対年代を割り出すことが可能となった。高架火山灰の中には、その同定の鍵となる特殊な物質を含むものがあり、その同定を通して、 日本列島の広い部分を覆う、後期旧石器時代のアイラ TN 火山灰や、縄文時代の機械かほや火山灰が、相対年代を決めてゆく、際の標準になることが判明した。また、より狭い地域に降下する火山灰の同定も、飛躍的に進んだため、火山灰相互の新旧関係も成化している。これにより、移行の内外で、降下火山灰が検出された場合、 その検出地点や検出状況によって移行、遺跡と火山場移行火事機との進級関係、さらに移行相互、遺跡相互の進級関係を決めていくことができる。相対年代は考古学的な調査や研究の基礎になるものではあるが、あくまでも相互の進級関係を決めるだけにとどまるので、文字資料のある時代においては、それを絶対年代、さらには、 歴年代に近づける努力が必要である。火山灰の中には、北日本一帯に降下した、ドアら絵火山灰のように、不走略記に、演技15年の記事として、では国文上憂灰高校二寸、という記載があり、歴年代がはっきりわかっているものもある。このようなデータを集積し、それまで明らかになっていた。 相対年代とも比較称号をすることによって、さらに詳細な年代の解明へとつなげることができる。ありがとうございます。